おかえり帰ってくるの待ちくたびれたよ今日遅かったねあれなんか疲れた顔してるご飯食べたあコンビニで買ってきたんだどれどれ甘いものばっかりじゃんちゃんとご飯も食べないとダメだよ ま好きなもの食べて元気出すのもいいけどねあららため息ばっかりなんだよどうした話聞くのはあんま得意じゃないんだけどなそんな下ばっかり向かないで顔見せてねねえねえほーら ほっぺツンツンンしちゃうぞ <laughs> そんなビクッとしなくてもずーっと暗い顔しててもつまんないよいつもみたいに笑って君の笑顔、すっごく好きなんだよあったかくなるんだ嫌なことも全部忘れられるくらいね笑って。 じゃあさじゃあさなんか気分転換する。そうしよう。テレビでも見よっか。リモコンリモコンああった。そこだよ。君の近く。しょうがないな。ポチっと。なほらお笑いやってるじゃん見よ！ 何キョロキョロしてんのさ一緒に見ようってばいいじゃん誰がテレビつけようとえー消しちゃうのあれお風呂いってらっしゃいごゆっくり心配しなくても覗かないからねたぶん。多分 覗いたところでどどうせ気づかないんだけどでもさっきほっぺ触ったの分かったみたいだったなテレビつけたのもやりすぎたかな私が死んだこの部屋もう3人目だしそろそろ同居人は変わってほしくないからあんまり怖がらせちゃダメだなでも。 すっごく好みの男の子なんだよね怖がってる顔も私大好きああ生きてるうちに出会えればよかったなまあ生きててもどうせ私なんてあんなかっこいい子に声かけらんないんだけどどうせ私なんて私なんて。 死んだのにまだこんなこと言ってる大丈夫だよ私何もしないからね悪いことなんてしないのにただここで死んだだけねえ聞こえてるんでしょほら君の後ろだよ ぎゅって抱きしめてあげるね。いつでもそばにいるんだよ。<laughs>